はい、札幌市唯一の慢性腰痛専門整体院さつき院長の川崎裕太です。本日も動画をご覧いただきありがとうございます。本日も腰痛でお悩みのあなたに腰痛改善のヒントやアイデアをお届けしていこうと思います。はい、見てください。ホワイトボードマーカー、昨日動画見ていただきましたでしょうか。何か感じたことはないでしょうか。そう、文字が見やすくなったんではないでしょうか。はい、申し訳ありません。すごくね、今まで文字が見づらかったんですけれども、動画を見ていただいた患者さんからこれだけの差し入れをいただきました。はい、なんてお恥ずかしいのかという気持ちですが、すごく助かります。はい、すごく嬉しい。これのおかげで僕も今日喋れるなと、気合入ってんなという感じですが、その方のね、すごいところはね、このホワイトボード用液体クリーナーなるものがあるんですね。このね、ホワイトボードの汚さなのか、こっちのペンの問題なのかっていうところがもう、わけがわからなくなってしまいまして、そういった私の気持ちも察してくれたんでしょうね。ありがたいです。これ、早速使わせていただきます、今日。ありがとうございます。んで、まあまあまあ、その話はいいんですけども、文字が見やすくなったので、ちょっとしっかり見てくださいね。はい。何の話してたんだっけ。ですね。そうそうそう。内臓と痺れのお話をさせていただいてました。痺れっていうのは内臓も関わっていることが多いんだよっていうお話をさせていただいてて。ほんでですね、じゃあ内臓を自分で気を使っていくために何ができるのかなっていうお話を今日はさせていただこうかなと思います。まあ、今日は一番大事なところであり、一番簡単なところであり、一番難しいところ、なってます。ちょっと心して聞いてくださいね。単純です。はい。冷えです。やっぱめっちゃ出ますよね、これね。はい。めっちゃ出ますね。冷え。やっぱり、人間体冷えるのってすごく良くないんですね。まあいろんなところで言われてるでしょうけども、冷えっていうのはやっぱり内臓にあんまりよろしくないっていうか、絶対よろしくないです。私の例で言うとですね、私昔すっごい体温低くてすっごい手冷たかったんですね。まあ今も、まあ冷たい時もまあ確かにたまにあるんですけども、この部屋ね22度とかだし、めっちゃ寒いみたいな、はい、なってて、でも、奥さんとね、手つなぐことも、ちょっと冷たい、いや、触らないで、みたいな時もあったんですけども、今はね、そういったことあんまなくなってきました。なんでかっていうとですね、冷えです。冷えを解消できたんですね、私自身が。どうやって解消したかっていうお話を今日させていただこうかなと思います。冷えについて解消法、簡単です。私の場合は白湯を飲みました。白湯、白湯ってどういう字でしたっけ。白いにお湯かな。白湯を飲みました。白湯とね、これはある方に言われて、やっぱり体を温めないといけないよってことを言われてて、何したかというと、私やったのってビールをやめて、ビールをやめてはいないですね、正直ね。ビールをめちゃくちゃ減らして、昔僕ねビール毎日3本ぐらい飲んでたんですね。お酒大好きで、もう今でもお酒は大好きなんですけども、そのビールをやめました。お家では全く飲まないようにして、今もほとんど飲んでないです。で、それから白湯に変えました。ビールから白湯に変えて、それで生活していくようにしたんですね。お白湯をずっと飲むようにして、結構あった高い温度ですね。それを水筒だったりに入れていって、職場でも飲むようにしましたし、お家でももちろん飲むようにしましたし、あとは夏場でも飲むようにしました。それのおかげで体っていうのはすごく変わっていきました。みるみる変わっていって、私ね結構まあ汚い話したらあれですけど、腸が結構弱いタイプで、ビール飲みすぎたりしたり、あとストレスがすぐ溜まるとすぐお腹下しちゃうタイプだったんですけども、これにしてからすごく回数って減っていって、まあ回数減ること自体はあれなんですけども、
そんなひどい下痢っていうのが起きなくなってきました。今もね、ビールやめてすごく体って変わってきましたし、状態も良くなっていきました。内臓っていうところがすごくパワーが上がってきたんだなってことを確信してます。これ結構簡単です。やっぱりお水を沸騰させて水筒に入れて職場に持っていくだけ、お家でもコップに入れてちょっと冷まして飲むだけなので、白湯がね一番簡単ですし、やりやすい、そしてお金もかからないっていうところで、一番私がおすすめしているところでもありますし、私自身がね改善したっていうもう確信があるので、これみんなに勧めてるので絶対やってみてください。これは内臓がちょっと問題あるよって私に言われた方ももちろんそうですし、どっかね体の不調があるっていう方はぜひね今日から白湯を試していただいて、体を冷やさないようにすること、なるべく温めて基礎体温を上げていくことっていうことが何よりも大事になってきますので、まずこれをやってみてはいかがでしょうか。まあ、やけどだけちょっと気をつけていただければいいですし、ちょっとねコツコツ続けていただいて、2週間3週間1ヶ月3ヶ月3ヶ月ぐらい見てみてください。そしたらもう体って変わってきてると思います。そういった形のお話でした。そもそも内臓の治療っていうとやっぱりお時間はかかってきます。だいたい2から3ヶ月ぐらいは見ていただかないとなかなか結果って出せてこないものでもあります。これはお体変わっていくために必要な期間ともなってますので、ぜひねそれぐらいはちょっと頑張っていただいて、これから冬で寒くもなりますし、ちょっとやっていただければいいんじゃないのかなと思います。今日なんかめっちゃ喋りましたね、僕ね。ちょっと鬱陶しかったでしょうか。大丈夫かな。まあ、マーカーもらってちょっとテンション上がってるので、はい。これぐらい話していったんですけども、いかがだったでしょうか。ちょっと今日から白湯っていうのを試していただければいいのではないでしょうか。はい。では本日はこれぐらいにしておきましょう。本日も動画をご覧いただきありがとうございました。